国文学名家賞蔵集、式季帝三馬文政五年うる一月六日は、江戸時代後期の地方作家で薬屋、浮世絵師、国慶本、浮世風呂、浮世床などで知られる。名は、菊池康介、字は九徳。通称は、西宮助。記号は、四季三人、本朝庵、遊戯道、写楽祭など。名が、九徳で字が康介とする文献もある。 浅草田原町の屋主で半義士、菊池茂平の長男に生まれた。茂平は、八丈島のため浅大名人の新館菊池行き、守るの目掛けの子供で、晴れ雲堂と合して半義士を制御とし、後に三馬の半義を掘った。幼少の頃から読書をすいたと、成人後に改装している。天明四年九歳から関西四年十六歳まで、本国町の地本遁や伊藤月堂堀屋や、 人米方に住み込み、出版会の事情を知った。父が半義士で奉公先が、半元、下作者へと歩み、完成6年18歳の時、公表し、天頭清を出星見さを、人間に一心狙らいかえ、そうなどを、親友の春松県、西宮新読から初出版した。平賀玄内、芝全港、山、東京殿をしたった。完成9年頃、 今夜の乱行動をよろずや、王の自衛門の婿養子となり、作家と出版屋を兼業した。完成十一年に出した、キャン太平木向き八巻は、引け死人足の喧嘩に取材した作品だったが、半元と三馬の家を引け死人足が襲う事件が発生して、処罰を受ける。このため、新刊を出せなかったものの、三馬の名声は広まった。その後は、国慶本、 マシンザレゴと、歌舞伎案内書、議場君猛随意などを観光し、作品の幅を広げる。妻が亡くなったため、文化三年よろず屋を去って、古本屋を開業しながら、下作に励んだ。この年観光した、雷太郎京悪物語は、三馬自身が、豪館の謙究と述べる通り、豪館の流行をもたらした。この頃、小堀屋や、神兵衛の娘を5歳に迎えた。 文化6年の浮世風呂が大流行し、文化9年一種虎之助を得た一方で、古本屋を畳んで、文化7年から売薬の販売製造を始めた。著書で薬を洗練し、薬の客が読者にもなるという好循環が生まれ、江戸の水は大いに売れた。文政5年に没した。関誉れキラク天神事。 深川の雲光院寺中の長玄寺に葬ったが、関東大震災後の大正15年、墓は、門屋の聖泉寺に改装され、現存する。著作には、古典の本案や既存作品の模倣、表説が混ざるにせよ、多作だった。公表紙から書き始め、シャレ本、合刊、国慶本、特本といろいろな形式の本を書き、主題も、格突、あだ打ち、 武勇伝、歌舞伎もの、教科と広範囲だったが、中でも江戸庶民の日常を描いた国慶本類が評価されている。短期ながら、親分肌の人柄で、ためなが春水、楽庭は笑い、古今亭山頂、駅亭山遊らを門弟にした。なお、1806年の、雷太郎京悪物語が、合刊の始まりとは、三場の自己宣伝で、先発があったという。また、 三馬は下作の執筆をする傍ら、自ら肉質き用いも描いている。代表作として、三味線を持つ芸技図が挙げられる。本図は、立てた三味線を持つ大島田の芸技が、片膝を立てて振り向いている様子を描いており、自画んを入れている。詳細な著作目録は、例えば、本田康夫、式季帝サの文芸に載っている。以下では、近年の復刻。 海藩の項の本に載る作品に限って書質を列記する。今日の冒頭のまたはは近年の復刻海藩の項のそれぞれ式定三場集全四巻と棚橋正弘皇帝へ式典三場集に収録されていることを意味する。ありがとうございます。